And now for something completely different. It. デブ院長の持ってないガンプラ。はい、皆様こんにちは、こんばんは。今まで大変長い、動画シリーズにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、HGUC ギャプランは無事に完成いたしました。でね、完成記念としまして、撮ったたくさんの写真をスライドショー形式で、お届けいたしたいと思います。ごゆるりとお楽しみください。例によって BGM はね、僕自身がガンダムに、まつわる曲を演奏して、それを聴いていただきながらスライドショーをお楽しみいただくといった、趣向になっております。今回演奏をいたします曲は、機動戦士ゼータガンダムのエンディングテーマですね。なぜかあのニール・セダカのカバーというね、曲ですけども、星空のビリーブお届けいたします。それでは皆様どうぞ。いかがでしたでしょうか。結構かっこいいね、もうちびっちゃうぐらいかっこよかったですね。大変でした。
全塗装は大変ですよということで、次に作るねキットを何にしようかということなんですけどもね、だいぶね、積みプラが溜まってきておりますので、この中からどれか1個やろうかなと思っております。こちらがね、発売日に予約して買ってしまった、水星の魔女の主人公機、ガンダムエアリアルですね。第1話見ましたけど、めちゃめちゃ面白かったですね、水星の魔女ね。まだ見てない人、これはかなりね、ガンダム知らない人もね、すごく楽しめる作品だと思いますので、ぜひとも、チェックしてみてくださいということで、この主人公機 HG の、ガンダムエアリアルですね。あとこちらの方がね、RG のガンダムマーク2というのがありましてね、まあ、ギャプランと、戦う相手が欲しいなということで、やっぱりガンダムマーク2でしょうね。でガンダムマーク2でもギャプランにボッコンボッコンにやられたんですけどもね、これは RG ですから結構作るの大変なタイプのキットなんですけど、これ RG のマーク2と、あとこちらがね HGUC のゼータガンダム、しかもこれ9番の HGUC ですね。新たにリニューアルされてプロポーションがちょっと今風になった、ゼータガンダムもあるんですけど、どっちかというとね昔風のスタイルのこちらのがかっこいいんで探して買ってきましたよ。9番の HGUC ゼータガンダムですね、こちらの方。だいたいこの今3つが積みプラとしてあるんですけど、まあ何から作ろうかな。まあやっぱりちょっと流行ってるからね、ガンダムエアリアルも作りたいかなと思うけども、まあでもマーク2ねやっぱり作ろうかな。うん、ゼータこれね昔一回作ったことあるからね、再度挑戦なんだけども、これ作るのすっげえ大変だったから覚えてるからね。うん、どうしようかなということで今ちょっと考え中です。次回もまたお楽しみに。皆様さよなら。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、ご意見、ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。では、また。